今回はスタイル良くなるために結局何したらいいんだよ、動画ありすぎてわかんないよ、そういった方向けに厳選されたメニューだけをまとめてます。全部行うことで理想のスタイルを手に入れてもいいですし、気になる部位のメニューだけ説明欄の時間を押してもらってピンポイントでエクササイズを行うのもありです。頑張ってやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回動画の解説抜きで見ながら真似をするメニューになってます。食べ過ぎた日、お休みの日などにまとめてやってみてください。レッツゴー。それではいきます。スタート。5秒したらランジ、キープです。キープ、なかなかねこれ難しいっすよね。もしバランス崩れたらね、マイペースでもいいです。今5秒ずつ行ってますけど、3秒ずつとか自分のペースでもいいです。結構辛い、まだ半分あります。このランジの時はね、一安心ですよね。また足上げるとね、緊張感が走る、バランスがいる。よし、あと少しですよ。結構ね、ランジしているこっちの下の足がね、辛い。あ、やっぱこれでキープしてるからね、辛いっすよね。よっしゃ、OK。さあ、反対足です。頑張っていきましょう。スタート。ああ、反対になるといきなりむずい。よっしゃ、キープ、しっかり低く。なかなかね、ランジアジは面白いですね。緊張感がね、安心するんだけど、ももがつらい。上げると楽なんだけど、緊張しないとバランスが取れない。ふぅ、ももしっかり上げてください。やばい、バランスが。よっしゃ、よっしゃ、少しですよ。バランスがいる、バランスがいる。よっしゃ、この5秒ぐらいがちょうどいいですね。バランス崩してギリギリ足をつける。よっしゃ、ももしっかり上げて。よし、ラスト。よっしゃ、よっしゃ、あと少し。よーし、 OK。 上体を起こして動きます。スタート。こういう感じで力を入れる、抜く、お尻をしっかり上げたままです。動く幅はこんぐらいでいいです。無理にこうやって起きなくてもいいです。頭軽い方は持ってても OK。 はい、 OK です。中級は上体を動かさずに今の下半身を作って起きたままキープです。スマホ持ったままです。できれば息を長く吐いてください。それでは、いきます。スタート。お尻をしっかり締めて、お腹を縮めたままでキープです。頑張って。お腹はどんどん締めていくイメージ。しっかりお尻を締めて、あと少し。OK!温まってきましたね。ラストは足を浮かせたまま膝パカッと開いて、この状態でキープ。足はブラーンと力抜いておきます。ちょっと25秒長いですが、最後頑張りましょう。それではいきます。スタート。息長く吐いて、お腹どんどん引っ込ませて、それでは30秒いきましょう。スタート。ここからぐーっと大きく息しっかり吐いてください。
これだけでね、結構体がね、ぷくぷくになります。あと少しです。反対も同じようにいきます。スタート。ぐーっと体を反らして、結構ね、右左よりやりやすさが違うと思います。これ毎日やってたらね、左右のバランスも良くなってきますんで。それではいきます。スタート。まずはお腹を上げるだけ、お尻を締めて、次は前ももを持ち上げます。はい、お尻を締めて、次は膝を持ち上げます。あと少しです。はい、持ち上げて、最後10秒キープ。お腹がプルプルしてれば上手です。頑張って。はい、OK です。次は腹筋です。それではいきます。スタート。頭だけ上、斜め上向く感じです。お腹だけ締めます。はい、次はお尻上げて、体は上です。最後は足伸ばします。頑張って足伸ばして、体は上です。少し。OK。今のでね、少しずつお腹に使う意識ができてます。もう一セットやることで、お腹を使った感覚がよくわかりますんで、いきましょう。それでは、いきます。お腹を持ち上げて、スタート。肘はね、少し前ですね。お腹を持ち上げて、お尻を締めて、次は膝を上げます。前もも上げます。はい。締めて、次は膝を上げます。ラスト、はい、しっかり頑張ってキープ。あんまり前行かないように。うわー、 OK。 だいぶね、腹筋が疲れてきてるんで意識しやすいと思います。さあ、ラスト上向いていきましょう。それではいきます。あと体がね、こっちではなく上です。次はお尻上げます。はい、体を上起こしたまま、腰をしっかり丸めて、ラストは膝伸ばします。はい、キープ。ラスト10秒、しっかり上向いて、うわー、効くー。30秒いきましょう。スタート。こういう感じです。この時に腰が反れてしまっていると、レッグレイズの時に腰に隙間ができてしまいます。こういう感じでお尻を締めて、腰に隙間ができないように腹筋を行うための練習です。グッと沈む。あと少しです。はい、OK です。30秒ゆっくりいきましょう。腰痛い方は無理しないでください。それではいきます。スタート。ゆっくりね、こういう感じで足を動かしてください。徐々にね、おへそを上向ける感じです。この時に腰が丸くなる、骨盤が立ちますので、下腹ぽっこりの方もね、へこみやすくなります。少しです。はい、 OK です。ちょっと深呼吸をして2セット目いきましょう。ちょっと楽だよって方はね、上体を起こしたままでもいいです。2セット目いきましょう。スタート。こういう感じでね、上体を起こしたままでもいいです。ゆっくりね、腹
筋の奥の方を使う感じです。腰を丸めながら、なかなかゆっくり動かすと辛いですよね。少しです。はい、 OK です。だんだんお腹が疲れてきますよね。ラストです。いきましょう。辛い方はスタート、寝てください。楽な方は起きてください。ゆっくり動かすのがポイントです。早く動かしたいですよね。そこを我慢してゆっくりです。はい、 OK です。あーかー。それではいきます。スタート。スマホ持たなくていい方は手のひら上向けて、手のひら上向けるとしっかり肩甲骨が寄るので背中をねしっかり使うことができます。つま先とねかかとで重心取ることで足裏のバランスが良くなるので歩き方が上手くなったり姿勢が良くなったりします。あと少し。はい、 OK です。次は今のを片足で行います。それではいきます。スタート。今度はねすごくバランスがいるし、あとは片足なので足の指の力がすごくいります。なかなか難しいですよね、両足よりも。足指が疲れてきた。あーかー、横に動くのがね、辛いですよね。あと少しです。よーし、OK。今度反対です。行きましょう。スタート。このね、慣れた足からいきなり反対にするとね、すごくバランス取れにくい感覚になりますよね。しっかり足の指使って、かかとを持ち上げて、横に動いてください。ふっ。あと少し。よいしょ。バランスがいる。あー、危ない。あー。オッケー。それでは20秒間いきます。スタート。こういう感じです。かかとを後ろに出す感じ。あと半分。お腹をしっかり持ち上げて。お尻を締めて。頑張って。オッケー。1セット目からね、なかなか辛いですね。かかとを後ろにしていくと、だんだん肘の位置とつま先の位置が離れていくので、耐えれる方はそれで耐えて、辛い方はね、また少し前に戻ってもいいです。引き伸ばされるほど辛いです。2回目いきましょう。それでは、いきます。スタート。後ろに下がった分戻る。あんまり前に戻らずに。かかとを出す、戻すって感じです。頑張って。 OK。 あと1セット。だんだん疲れてくると腰が反れ出すんで、腰が反れて腹筋に効かない感じがしてる場合はそのまま続けてもあんまり意味ないので、お腹を休めてまた動画を見てチャレンジしてください。いける方はいきましょう。ラストいきます。スタート。はい、お尻締めて。かー、引く。あと少し。 OK。 だー。それでは30秒間やっていきましょう。かかとを上げていきます。スタート。これぐらいのペースでかかとを上げて、息なくなるときに反対のかかとを上げて使う。息をしっかり。
り長く吐きながらです。こういう感じです。しっかりね、息を吐いてお腹をへこませてください。はい、 OK です。反対いきましょう。スタート。ぐーっとね、伸ばしてかかと上げて縮める。しっかり伸ばしてかかとを上げて締める。これ意外とですね、やっただけでも 1,2 センチくびれがね、実はできるんです。かかとをしっかり上げて、よし、 OK。 30秒いきましょう。スタート。これも息をしっかり吐いて、しっかり膝倒してください。しっかりね、伸びると思います。感じですか。オッケー。はい、反対足も一緒です。最後です。伸ばしながら膝倒します。スタート。よく伸びてますか。片っぽだけね、しっかり伸びる気がするっていう方はね、骨盤の高さがね違う証拠なので、こういったね、量を同じように伸ばすことをすると骨盤も整います。ラスト、膝倒して、グー、オッケー。それではいきます。スタート。瞬発的に腹筋に力を入れてください。肩甲骨が上がらないように腰だけを丸める感じです。おへそを上向ける感じで腹筋を使います。しっかりお尻を締めて、あと少しです。はい、 OK です。それではいきます。スタート。こういう感じで手足を下ろすっていうイメージよりも、腹筋を使うから体が下がるってイメージです。しっかり手足を遠くに伸ばす感じです。体がすでに熱い。一回ずつしっかり腹筋を使ってください。長い、はい、お尻を締めて、あと少しです。頑張って。 OK。 腹筋と体の後ろ側の筋肉が弱ってくると、手足の動きがバラバラになることがあります。初めのうちはしょうがないです。それでも1分間続けてください。今度は今の反対側です。頑張っていきましょう。いきます。スタート。手足持ち上げたら腰を丸める。ちょっとね、初めのうちはフォームが難しいかもしれませんが、身を見まねで1分クリアしてください。あー、きつい。あー、動きが、手足の動きがバラバラになってくる。辛い。頑張ってみんなも。汗が出てきた。歩くよりいいですよ、これは。ああ、うお、うお、あと少し。うお、きつい。頑張って。
お疲れ様でした。最後まで頑張った方、翌日はしっかり休んでも OK です。ピンポイントでメニューやった方もですね、痩せるためスタイル良くなるために一歩前進できました。お疲れ様でした。1週間に1回このような動画を配信します。毎週土曜日に配信してますので、平日に運動ができなかった、忙しくてあまり動画を見れなかった、そういった方は土曜日の9時前後に配信いつもしますので、平日にあまり運動できなかった、食べ過ぎたのに運動してなかった、そういった方はこの動画を見ながらまたまとめてねやってみてください。頑張ってやったよ、聞いたよって方は、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、そちらの方もフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。